どうもピッチピッチなテクタンと申します。ドラゴンクエスト7実況プレイパート47始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、メモリアリーフです。どういうわけか今メモリアリーフに来ております。森が生まれるよりもずっと昔に、たった一度だけなんだかな、人や動物を石に変えてしまう不思議な雨が降ったそうなんだ。やっぱり人間が石になったら服も石になるのかな。全体的に石になってたよ。私もハーブを育ててみようかな。もちろん水をやったり、その他、もろもろの世話を、なんで僕なんですか。いやー、これ詰める？あ、詰めへんね。うほー、かぐわしいハーブの香り、来てよかったで。ここにいれば俺の体臭も素敵な匂いに早変わり、今日からモテモテだな。そんなこと言うとるうちはモテへんで。まったくご主人と来たら、昼間から若いメイドを追いかけ回して、一体誰に似たのやら。なんかそんな似てる人がいたん？ここのハーブを使ったハーブティーは絶品さ。ハーブティー目当てで遠いところからやってくる人がいるくらいだからね。いいですね、おしゃれ。このハーブ園を開いた初代の主は大層働き者だったとか。うちのご主人様も少しは初代の主を見習ってほしいわ。主誰なんやろね。西の方でここと同じハーブで栄えた町があったらしいのですが、普通にペペなんかな。時とともに町は廃れ、今では荒野の一部になってしまったそうな。で、代わりにこっちがちょっとした町というかハーブ園になってるわけね。なるほど。災いを呼ぶ老人という本を手に取って読んだ。子連れの老人は行く先々で人を石像にする呪いの雨の恐怖を人々に語って聞かせた。だが人々は老人を嘲笑い、石を投げて町からえへー。そして明くる日、紫色の雲が空を襲い、濁った雨が降り注ぎ、町からざわめきが消えた。あー、これがグリーンフレークの過去の話ってことね。朝から晩まで働き詰めで腰が痛くて痛くて、メイドと戯れてるだけのご主人様が羨ましい。それはここにおるんかな、そのお屋敷、大きい家あったけど。今は滅びちまったけど、昔ハーブで栄えた町があったって言うじゃないのさ。いつかはここも町みたいに大きくなってほしいもんだね。そこそこなんか生活感っていうか、なんかそういうのはあるよね。本棚、これは？これも本棚。あ、ヘッポコくん第3章を、なんとかお城に入れてもらったヘッポコくんは大阪のも王様のもとへ向かいます。はっはっは、わしが王様じゃよ。して、お主はどなたかな？俺はヘッポコ、世界を救う勇者だ！続く。はぁ、とりあえず王様のとこまで行ったっていうことね。キャーやばい、めちゃくちゃ威嚇されてるやん。怖っ。よっ。この人らまだ話しかけてないよね。ここの初代の主人っていうのは一生独身だったそうだ。きっと仕事に夢中で、女のことなんかどうでもよかったんだろうな。あ、道具屋さん、別にか。いよいよなんかペペらしい感じがしてきたよね。そうなってくると。これなんかこっから出れる。あ、おばあさん。商品がハーブだけだというのによくこれだけの屋敷を建てられたものじゃて。ここの初代の主はきっと相当なやり手だったに違いない。ハーブティーだったり、なんかこっちもあるやん。私は丘の上にある修道院で暮らすシスターです。もし修道院へ行きたいのなら、この先の山道を登っていけばたどり着けますよ。ほう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 。あー、間違えたー。そのためには、さっきのこのなんていうの、ドアを抜けた、ここから出なあかんってことね。ふんふん。ちょ、待ってー。この先、ギュイオンヌ修道院。めっちゃ言いにくいやん。ギュイオンヌ修道院。あ、追いかけ回してる。宝あるやん。ちゃうねん。まあ、上から行くか、じゃあ。あ、屋敷の作りでもなんか似てる？似てないか、別に。ご主人様に狙われるようになってからスタイル良くなっちゃった。よかったやん。追いかけ回されて良くなったってことかな。ガーターベルト。あー、なんかこういうのがあったらもうちょっと強かったんかもしれへんな。マリベルつける？あ、もうセクシーやん。いいやん。何脱いだん？あ、何脱いだん？スライムピアス取ったんか。
うさ耳バンドしてガーターベルとか、それはなかなかセクシーですね。うん。なんもない。ああ、疲れちゃった。そういえば、ご主人様、おかしな石の板。ああ、どこにしまったっけな。よし、オッケー。あるのは確か、じゃあ、絶対、見つけましょう。あ、なにこれ。え、なにこれ。あ、宝箱あるやん。え、ちゃうねん。え、壺なんかあった？壺あるやん。え、ちょっと待って。ちゃんと回そう。え、びっくりした。何かと思ったら自分やった。空っぽ。これなんか踏んだらなんかカチャってなるなんかかなって思ったけど、全然違うかったね。やったー！いや、これ絶対そうやろ。絶対あ、この、石板やろ。黄色。これちゃうとこやったらもう積むで。追いかけ回してる様子が見れるってわけね。それどこから行くんやろ。あ、ここか。荒くれ者に変装してメイドを追いかけ回すのがご主人様の日課なんですの。趣味悪。いやーん。ふんがー。趣味悪。ここにも宝いっぱいあったんじゃなかった？違う、あっちか。ご主人様が怠け者でも、どういうわけかハーブ園は怖いくらい順調なの。でもある日突然、客足がパタリ。なんてことがなきゃいいんだけど。あるんちゃう？そういうことも。そうなったらあなたたちの働き口もね、ちょっとなくなるよね。ブルージオ一族の栄光という本を手に取って読んだ。贅沢でわがままな。で、傲慢なのがブルージオ一族の共通点であるらしい。いやーね。唯一の長所は他人に金を転がしてでも、他人に金を貸してもすぐに忘れてしまうところだろう。それ長所な？ああ、そっか。貸しても忘れるんだったら長所か。この人ら話しかけたね。あとあれは？あ、あれどうやって入る？こう、見て、あ、このドアね。オッケー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 。ちょ、どいて。ここね、ここね、ここね。オッケー。お？スライムピアスか。で、お金ね。お、250円。さすがお屋敷そこそこにお金入ってますね。よし！じゃあ、これがきっとあれの、あ、この、石板の一つやと信じて、置きに行こうやないの。いやー、一時はどうなることかと思いましたが、もう困ったらあのおばあさんのとこ行こう、すぐ。すぐ行こう。うん。よっ。おー！いいねー。さあ、なんか川がある感じの、ちょっと大きめの大陸ね。さて、どこなんでしょうか。ん？あ、砂漠？サマディ。敵は変わる。キメラ。キメラと突撃本。あれ、キメラって戦ったことあったっけ？戦ったことあったっけ？なんか、不思議のダンジョン、トルネコの不思議のダンジョンでは、不思議なダンジョンでは強かった記憶があるのじゃが。どうだ？強いな。防御高くない？あ、日の池とか吹いてくるんか。いや、なんか、今の日の池の演出見たことある気がする。全然なんか、攻撃できひんやん。まあ、戦士の手口がね、めちゃめちゃ頑張ってくれるからいいでしょう。いやー、しかしあれやな。早く熟練度とか上げたりして、魔法とかし、なんやろ、特技とかいろいろ、早く覚えてほしいところですね。さあ、そろそろなんかヒッピーも危なくなってきたんで、奇跡の石とか使いつつといった感じで、行きましょうかね。いいね。わ、何も覚えたりせえへんのんや。さあ、町とか、何かないかしら。あ、なんかあるある、町ね。オッケーオッケーオッケー。ちょっと歩いてみるね。まだ元気なうちに。あー、バブリン。顔なじみの敵がいると安心するよね。で、じゃあちょっと回復して、この先に何かあるかだけちょっと、間違えたよー。まあ、いや。あ、でも MP が全然ないんや。そうや、テクシ選手やから MP 全然ないんや。
でも特にここで行き止まりって感じか。レベルも上がらんしって感じよね。手口がそろそろ上がってもいいんじゃないかなとは思うんやけど、うん、間違えた。すぐ手口回復しちゃう。その上とかもなんかない？ちょっと話しとこうか。うわ、目にゴミが入った。手口が話は後でない。で砂が入ったんじゃない？広いな。めちゃくちゃ広いな。すっげー。確かに広いよね。砂ばっか。こんなとこフラフラしてたら干からびて死んじゃうわ。でも涼しそうやけどね、色的には。はー、ここに町があって、まあじゃあもう入ろっか。なんか変化あれー。何もない。熟練度も上がらない。入っちゃおう。え、なんかオアシスっぽそう。ちゃうやん。あ、ポイズンバードは華やかですね。おもちゃみたいな色してるね。なんかああいうおもちゃあるやん。なんかさ、花、この話したことあったっけな。どうしようかな。キミラからやっていこうか。なんかぬいぐるみで、花のぬいぐるみってわかるかな。茎が、長い茎があって、まあ、その茎の中に針金入ってるんやけど、で頭にね、あの花がついてて、で、まあ、顔もついてるような花があるんやけど、まあ、こんな感じやったよ、私が持ってる花ね。なんかフラミンゴになってたんや、顔がね。それを母親がね、ママンがトイザラスで買ってきて、なんかこう学生時代の時に、で、まあ、部屋に花があった方がいいと思うからって言って、それを買ってきたの覚えてるわ、私。花があったらいいって、もうちょっとなんかあるでしょうって思うけど。よし、レベル上がりました。うん、ガボのレベルが上がったね。お、能力、あ、ちゃうわ、これはその能力じゃなかった、普通にステータスの話やった。うん、じゃあ入りましょう。あ、なになになに、止まれ、何者だ。魔物は村には近づけないはず。すると旅人だというのか。うわー、なんか結構滅んでる感じする。左の家がなんか顔みたいやな。旅人です。どちらにせよ、今は見知らぬ者をこの村に入れるわけにはいかない。え、そんなー。さあ出て行ってくれ。そんなー。あー、止まれ、何者だ。旅人じゃないってしたらどうなる。あー、ダメだった。あー、ここで休めばいいと思ってうろうろしてたのに。うー、じゃあなんか探さなあかんわけか。お、羊飼いの見習い、キアリー、いいやん。そうそうそう、そんな感じでお願いします。どんどんいろいろね、その、職業特有のね、技なり何なりを、あ、間違えた、手口に回復しよう。うん、覚えていってほしいものです。さあ、じゃあ、きっと町以外にも何かがあるってことなんや。あるね。明らかに城があるやん。静かだな、ここ。人って全然住んでないのかな。広いのにもったいねえな。城？外から見たら城やけど、こう入るとなんか神殿、遺跡っぽい雰囲気するね。砂漠やからかな。ずいぶん広いのに誰も人の姿が見えないわね。まさかもう全員、あ、そういう感じ？これなんなんやろ？もっと壁？橋は？え、広？え、敵出んの？しかもなんか強そうなおるやん。エイプバット。まあ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 な。言いたいことはわかるよ。どうしようかな。ガボ普通に攻撃で、マニベルもずっと回復のターンにしとこうかな。敵多いしな、量が。てか、ポイズンバードの攻撃めっちゃ低ない？いつからするんかい。やめて。こいつが怖い。あ、でもそんな強なかったね。あ、そんな強ないんや。そっか、じゃあまあ普通にもう、攻撃どんどんしていこうかな。で、手口回復して、ほら、手口に対してやったら全然、うわ、羽が綺麗ね。綺麗ね。ほら、もう落ちるでしょ。ただスカラ、いや、そいつにスカラはあかんて。まあ、いっか、なんかドラえもん的な感じかな。ほら、首元に鈴もついてさ、エイプやって言うてるやん。ゴリラとかそのあたりでしょ。マリベル、あ、ちょっと待って、誰か毒じゃなかった？あれ？ずっと毒の、え？あ、いつ毒になった？いつから毒私直してない？
キアリーあるからなんとかなるか。うん。ピクシが毒ね。オッケー。ずっと毒やったっけ、そういえば。やとしたらごめんね。回復いらんか。いらんね。そっか、敵出るんか。じゃあ、とっととなんか、一回ここ入ってみる？ちょっと待っていい。まあ、やっつけれんほどではないって感じやね。気合いダメ。うん、オッケー。なんやろ。なんやろ、ここ。あ、倒れてるね、柱が。スフィンクス的なやつ？正面から見してよ。豚か。豚なのか？階段があるけど。ダンジョンなんか。こっからも出れる。あ、鍵かかってる、そう。降りて大丈夫かな。なんか休めるようなところが欲しいんやけど。うわ、血！ドラクエでこんな血の表現で出てきたことって、あったっけ？うわぁ。特に変わった本はない。英雄たちの物語。神がこの世をお作りになってから、たくさんの英雄たちが現れた。しかし中でも一番強く、一番賢い英雄を選ぶなら、答えは決まりきっている。その名は、英雄メルヴィン。メルヴィン。世界中の知らぬものなき、まさに英雄中の英雄であろう。はぁ。大いなる精霊たちと書かれた本がある。精霊。この砂漠を守る大いなる力、それは大地の精霊である。大地の精霊は常に我々、砂漠の民を守り、導く。砂漠に生きる者よ。いかなる時も精霊への祈りを忘れる流れ。はぁ、またなんか絡んでくるんかな。いや、広いんよね、ここの中が。こっち側、あ、もともと道具屋とかって感じか。なるほど。あれ、こん中敵出てこへん？もしかして、あれ？あ、出えへんかもしれへんね。やとしたら、探索しやすいやん。よかった。なにこれ、ソーラーパネル？違うか、屏風か。ん？いいじゃん、絹のローブ、どんな感じやろ。ちゃうねん。そこそこ強いかな。絹のローブ。あ、2個あるってことは多分強くないな。へいー、へいー、売りまーす。なんか、樽とかないです？ないです。あ、で、奥、こっち行ってないよね。何も探検してないよね。あ、いいベッドじゃん。天蓋付きの。いいじゃん。イケアで天蓋付きベッド買おう。天蓋だけ買えばいいか。あっこでも売っとるもんね、ニトリでも。天蓋ね。階段降りてきたでしょ？じゃあまた降りて。よい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 。おわー、骸骨いっぱい。すごい。壊れてる。ここは？あ、なんか読めそう。そこにはこう書いてあった。この世に生きとし生ける者、まずは力強き者となれ。力強き者は心優しき者。そして長く長く生きよ。正しき道を歩めば、長寿は己に知識をもたらす。やがて生きとし生ける者には死が訪れようが、願わくば天の神に召されるよう正しき道を歩め。さすればやがてその魂はこの世に再び命として蘇るだろう。輪廻転生の話。でもなんか重要なヒントとかそういう感じではなかったな。何わけわかんないこと言ってんのかしらね。私は自分の好きなように生きてやるわ。誰に何を言われようとね。自由やもんな、マリベル。泥にまみれた傷だらけの骨。向こうにも部屋ある？あー、とりあえずここ。あ、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 人や。ここで何をしている？墓を荒らしに来たのではなさそうだな。見たことのない姿。お前たちは旅人か？俺の言うことがわかるか？はい。この城は墓場だ。あー、女王に見捨てられた砂漠の民の墓。それを夜ごと荒らしに来る魔物がいる。懲らしめてやらねば気が済まん。邪魔だ。村ならこの先、城より東にある。俺の名を入れば、言えば入れてくれる。俺の名は、ハディート。さっさと立ち去るがいい。女王め、一人だけ逃がすなどと。お？なんか、過去いろいろありそうですね。
あー、ハディート、ハディートっていう名前を言えばいいな。ここどうやって行くんやろ、向こう側。あれかな、なんか正面にもう一個だけ入り口あったんやけど、そっから行く感じなんかもしれへんね。ミスった。よしよし、これでやっとあの、村にも入れるわけや。これで一回じゃあちょっと、外出てみて。うん。これね、こっち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 、これ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 。あ、これ玉座ではないけど、そういう感じのとこか。はぁ、じゃあ後ろから行くんかな？はい、敵！マリベルがなんかもっと僧侶らしいこといろいろ覚えてほしいな。とりあえずニフラムだけは覚えたけどさ。あれ？ないなぁ。わぁ！スモーク何ポット。それ顔あるの？なんか顔、前にも後ろにもある感じじゃない？鼻はしてるんよね、きっと。はぁ、強いんかなぁ。まあ、言うてでもなんか、エイプバトとなんかあんまり変わらなさそうな気がする。わ、わからん強いかどうか。やめてくださいよ、爆裂剣。いや、ここはなんかさ、結構普通になんか闇がありそうな地域やね。砂煙嫌だー。早く街について回復したいんやけどね。オッケーオッケーオッケー。ナイスー。なんか、ない？わぁ、なんも変わりないですね。裏から入れるわけでもなく、まあまたおいおいなんか、あるかもしれない。ここは空いてないよね。オッケー。じゃあ村行きましょうかね。着いたよ。お？こうして おられる。待て、無茶だ。そんな体で街の外へ出る気か？カウボーイみたい。何があったんやろ。奥になんかすごい大きい壺あるね。火も燃えてるし。女王様、命に代えても魔物からお救いいたします。はぁ、お前たちは何？ハディートという若者にこの村のことを聞いただと？ならばよかろう。村で休みたいなら族長様にお願いするんだな。はぁ、あ、猫。にゃー。はぁ、なるほどね。あんま広くはなさそう。族長ってあの壺の前におった人かな？とりあえず荒らしていこう。そい。いいね、小さなメダル。結構集まってきたと思うんやけどなぁ。どこで使うんやろ。神様を助けよ。魔物がまた、どうしてみんな死んで。結構魔物に襲われてるとこなんやなぁ、ここは。寝てる人が回転するとなんか、すごい変な感じ。なるポリゴンじゃないから変な感じなんかな。空が暗くなってから、母なるナイラは、荒れ狂い。母なるナイラ。魚を取ることができない。この地下には、残り少ない食べ物を蓄えてある。族長様の許しなしに近づくことはならぬ。あっちへ行っていろ。はーい。何をしている？ここは立ち入り禁止だ！とか言うて入れるんでしょみたいなやつかと思ったんやけど、そんなことなかった。あのでっかい壺すげーな！オイラたち全員だって中に入れそうだぞ。でも体溶けるよ、きっと。城で会ったムカつく奴もこの村に住んでるらしいわね。ま、もう二度と会いたくない。会いたくはないけどね。正直者やな。くしゃみでそう。失礼。これ登れるんかな？うわぁ、登れた。わぁ。だからなんやねんっていう話やけど。お、守りの種。いいですね。武器屋かな？この砂漠はひどいもんさ。城も女王様も魔物にやられちまった。俺も、足の古傷がなきゃ死んでたか、ナイラの向こうで働かされていただろうな。ナイラって地名？ナイル川的な感じなんかな。ナイラのことなんて言ってた？もう一回聞かせて。うん。あ。ダメやった。この人は？暗い空じゃもう何日もお日様は見ていない。きっと神様がお怒りなんじゃ。女王様と城の者を助けもできず、ただ身を潜めていたわしらにな。いやー、魔物のせいでしょ？あ、誰もおらへん。お留守や？
七重、ここがさっきの、あの人の、家かな。名前が出てこへんけど、スフィーダみたいな名前の人ね。もう何もなし。ああ、まあ、族長に話しかけたらなんか話が進むんかな。おぉ、めっちゃなんか煙出てるけど、お、女の人。女王様死んじまった。若い男はさらわれて、おぞましい魔物の像を作ってる。ええー、そんなとこがあるんや。神様も、大地の精霊様も、なんで黙って見てるんだい？どうして助けてくれないんだ？はぁ、そう、魔物の像みたいな。ここ入るか。これなんやろ、宿屋とか教会なんかな。あ、これは教会かな。あ、この人が族長さんか。こんな時に旅人とはな。ふうむしろで会った男にこの村のことを聞いたと。ごほごほ、これは失礼した。どうも近頃体の調子がおかしくての。それでも生きているだけわしは幸せ者じゃ。しかしまだ城に魔物が。なんということじゃ。うん、なんか外には結構湧いてたで。お疲れだろう。今夜はわしの家へ泊まっていくといい。2階の息子の部屋を使いなされ。これ肉焼いてるん？ちゃうよね。ちゃうよね。あー、とりあえずビームあるか。お、いいね。毒消しそう。じゃあ、外のなんか壺の人に話しかけてみようか、この人ね。この人が、あ、壺から不思議な力が感じられる。この人が族長かと思ったけど違うんやね。ほう、ほう、お主らには不思議な光を感じるの。おっと、何も言わんでいい。ほう、旅のお方、わしに力を借りたいのではないか。旅人よ、お前は、ああ、そういう人ね。なるほど。ただちょっとなんか、寝てみたい。まだもうちょっといけると思うね。2階に上がって、すぐのお部屋をご自由にお使いください。次の族長様のお部屋ですが、しばらく前に出て行ったっきり、戻ってこないんですよ。お？え？どういうこと？え、族長これじゃない。え？どういうこと？どういうこと？ん？え？族長やろ？え？え？どういうこと？次の族長様のお部屋。あ、次の族長様ね。次の族長の、次のお部屋じゃなくて、次の族長の、ネクスト族長ね。オッケー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 。息子か。あいつか、の先出会ったスピーダーか。なるほどね。そういうことか。おばあちゃん。うつらうつら。ハリード、そうそうそう、ハリード。ハリードが次の族長ってことね。次、息子の部屋です。次が族長の部屋ですってことかと思った。ごめんなさいね。体が悪いものですから、きちんとご挨拶できなくて。本だけ読んで。特に変わった本はなーい。じゃあ、ここで休めばいいわけね。よ、はい。よし。ただやね。この音楽が流れるということは回復もしているはず。おはようございます。族長様がお話があるそうで、下でお待ちかねですわ。この村を救ってくれ、とかっていうの？お目覚めか、お客人。はい。視点変えんでええねん。ふむ、お客人、よく眠れたかな？外の様子でお分かりだろう。しばらく前、この砂漠に魔物が攻めてきたんじゃ。我ら、砂漠の民は、ちょうど大地の精霊の像を作っていた。奴らはそこに目をつけた。像を魔王像に作り変えろ。さもなくば皆殺しだという。魔王像欲しいか？仕方なし。わしらは従った。もう魔王から送り込まれてきてるんやろうけどさ、いる？その像。じゃが奴らは、その上娘たちを毎年一人ずつ差し出せというのだ。女王様は、ご自分が娘たちの身代わりになると、魔物の元へ、それっきり戻ってこない。あー、それで行っちゃったんか。その後すぐお日様が隠れ、砂漠は暗闇に。今は住むものもない城に魔物が現れ、ムクロをもて遊んでいるそうだが、じゃあもしかしてもっと西の方に行ったら魔物の、何？巣窟、巣窟括弧変換できないがあるんかな。追い払ってやろうにも、村には戦えるものはもう残ってはおらぬ。さあ旅の方、この砂漠から立ち去るがよい。一人二人の力ではどうにもならん。城には近づかんことじゃ。もう近づいたんやけどな、とっくに。はぁ、
じっちゃんやばあちゃんに無理させるわけにはいかねえ。てくし、お城へ行こう。で、城の魔物のやつをおいらたちでコテンパンにやっつけるんだ。行ったらまた魔物が増えてたりするんかな。神の像を魔王像に。でもその魔王って何なの。今までの旅で会った魔物たちよりずっと強いやつがいるってこと。てくし、あんたも気を引き締めていけなさいよ。大変なことになってきたわ。まあ、なんやろ、大元のなんか元凶っていうのはいるはずなんよね。よし、じゃあセーブをいたしますかね。一回お告げ聞いていい。あ、テクシもうちょっとやね。ガボはまだまだ、アリベルもそこそこにもうちょっと。オッケー、それじゃあセーブをしたいと思います。はい、じゃあ次回ね、お城にもう一回行ってみたりとかね、ちょっとしてみたいと思います。ということで、今回はこのあたりで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。